来た来た。はい、それじゃあ二人とも、せーの、おはようございまーす。あ、もう二人とも打ち合わせ通りやってください。朝の挨拶は元気よく快活に、やや脳の作りを疑われるほどバカっぽいほど学生らしいと言ったでしょ。もう一度いきますからね。せーの、おはようございます。グッドモーニング。おはようございます。はい、大変結構でした。善と明るい学生にふさわしいテンションです。やっぱり僕の見込んだ通りの友人でした。バンカラに言うとマブですね。ユリウス、つかぬことをお尋ねしますが、マブとは？深い親愛を表す日本の専門用語だが、男と女につける場合で意味が異なる。まったく、どこでそんな言葉を。その様子からすると僕のことを覚えているようですね。では悪ふざけはここまでに。ご安心を。僕はあなたの知っている通りの冷静沈着なレオですから。でも残念です。忘れているようならこれを機にキャラ替えをしたかったのですが。では改め、お待ちしていました。はじめまして、僕はレオナルド・ビスタリオ・ハーウェン。今さら自己紹介もどうかと思いますが、この校舎で顔を合わせるのは初めてですから。兄さん、ガウェイン、あなたたちも自己紹介を。ユリウスだ。今はレオのサポートに徹している。サーバとガウェインです。その我が主は現在年相応の無邪気さを発散しています。ですので多少のわがままは多めに見ていただきますよう、皆さんの寛容さを切実に期待します。校内の全スキャン完了しました。校舎にはもう未発見のマスターはいないようです。状況から見て
彼女たちもどこかにいると思ったのですが、いないのでは諦めましょう。あなたに来てもらったのは他でもありません。この旧校舎、いえ、月の裏側からの脱出作戦に参加していただけないでしょうか。おや、さくらから説明は受け、はい、お願いします。憶測ばかりなので、 AI である私には説明することができなくて。そうでした。 AI は事実として判定された情報しかマスターに伝えられない。ムーンセルのかけた制限ですね。では、質問をどうぞ。学校でクラスメート同士だった。それは予選の延長ですね。おかしいな、僕とは違う。うろ覚えではありますが、僕の場合は聖杯戦争の途中で黒いスライムに襲われ、気がついたらここにいました。おそらく僕は校舎が襲われる前に予選を突破して、あなたのいた校舎から抜け出したのでしょう。さくら、予選のシステムについて僕の口から説明してもいいですか。問題ないと思います。もうここはシステムの外ですし、予選を突破していますから。では遠慮なく。聖杯戦争には予選と本戦がありました。地上から月にアクセスしたウィザードはまず記憶を奪われ、偽りのパーソナルを与えられます。何の変哲もない西暦2000年頃の学生。それが僕らに与えられたロールでした。覚えはあるでしょ。その役割に違和感を覚え、本来の自分を取り戻したウィザードだけがマスターとしてサーヴァントを獲得します。サーヴァントと契約している以上、予選は突破していなければおかしい。ですから僕と同じように本戦であの黒いアンノウンに襲われたはずです。その記憶はないんですか。レオさん、レオさんはこちらに落ちてからすぐに目覚めましたけど、ずっと眠っていたから。昏睡状態の時、レオさんの言う黒いアンノーンにずっと魂を囚われていたことになります。ですから長い悪夢に侵されているうちに、本戦での記憶を完全に消された、飲まれてしまったのではないでしょうか。彼が語った予選は本当の予選ではなく、以前あった現実と夢が混ざり合った捏造された予選の可能性が高いです。きっとそれが原因です。あなたは聖杯戦争中に怪物に捕まって今まで閉じ込められていた。夢の中で見た黒い空間は、そのあなたを飲み込んだ怪物の体内みたいなものです。
では、質問をどうぞ。それは、お前だけの話ではない。レオも、校舎にいる他のマスターたちも同じだ。はい、僕たちは全員、聖杯戦争中の記憶を失っています。覚えているのは自分のサーバントと戦いの中で知り合った人々のデータだけ。例えば僕の場合、まだ負けていないことは断言できますが、何回戦まで進んでいたのかはよく思い出せない。また自分でもどうかと思うぐらい関心があるのですが、その関心を持った理由を忘れています。お恥ずかしい話ですが、私も同様です。おそらくあなたのサーバントもそうでしょう。マスターであるレオとの出来事は覚えていますが、それ以外のことは明確に思い出せない。はい、マスターの皆さんは予選を突破した直後の1回戦序盤の精神記憶状態に戻ってしまったんです。それに加えて長い昏睡状態だったから。兄さん、何か意見でも。いや、特にはない。俺も記憶を思い起こしていたところだ。そういえば、この男はどんな窮地でもこんな態度だったなと。随分昔の出来事のようだ。とにかく、僕らが記憶を失ったこととこの旧校舎にいることは関係があるはずです。不自然に消えた記憶は不自然な状況を解析すれば戻るのが道理でしょう。では質問をどうぞ。セラフではありますが、かつて僕たちがいた領域ではありません。ここは月の裏側、聖杯戦争の外です。セラフはムーンセルが聖杯戦争を進めるために構築した仮想空間でした。ですがここはムーンセルの目が届かない、いわば法の死角です。ガウェイ、例のものを。どうぞ、レオ。こんなこともあろうかと、ワクテカ図面を用意しておきました。レオ、ワクテカというのは、精神状態を表すスラングであって、図面のよう。ワクテカ図面です、兄さん。兄さんだってここの表記はプロポーショナル体よりゴシック体の方がクールだとか盛り上がってたじゃないですか。あれは分かりやすさの追求だ。ブリーフィングでは時にスタイリッシュなものが好まれる。なるほど。僕が言うのもなんですが、兄さんが指揮していたチームは14ばかりだったんですね。と、話を戻しましょう。この図解にあるように、現在僕らは月の裏側にいます。聖杯戦争は月の表側で行われているものです。つまり、そう考えるのが自然でしょう。
さくら、説明を。はい。ですね、ここはムーンセルの裏側。本来ならムーンセルが使用しないと封印した情報倉庫なんです。ムーンセルは光を記憶媒体にした物質に頼らない記録装置ですが、ここはその光が入り乱れた高次元。惑星情報や虚数すらソースとして成立する世界の外です。ムーンセル中枢が光を閉じ込めている式典の檻なら、ここは虚数でできた打点の庭。知性を持つ生命は決して入ってはいけない絶対禁断領域です。私たち上級 AI も裏側には入れませんでした。まあ、もう僕たちが入っちゃってるんで、絶対も禁断もありませんけどね。とにかく、そんな危険な領域で僕たちは目を覚ました。私たち NPC も同様です。本戦でマスターの皆さんと一緒に乗り込まれ、生き残った者が校舎に残されています。そうですね、この旧校舎は安全のようですが、それもいつまで安全なのか保証がない。加えて校舎の外はあの暗い海です。僕たちでは触れた瞬間に消滅するでしょう。これで状況は理解できましたね。さて、そこで僕からの質問です。月の裏側、失われた記憶、謎の旧校舎、出口のない世界、取り残された我々、この状況で僕らがするべきことは何でしょうか。だろうな。聖杯戦争では敵同士であっても。セーバーさんも今の言葉を聞いたら喜びます、きっと。期待以上の返答です。これで共同戦線の開始ですね。聖杯戦争に復帰するまで、いえ、月の裏側から脱出するまで僕たちは仲間です。では改めてレオ・ビー・ハーウェイの名のもとに、ここに福見原生徒会の発足を宣言します。しかし、まず第一の問題があります。これをクリアできなければ脱出プランを練ることすら不可能でしょう。まことに言いづらいのですが、人数が、会長の僕、秘書の兄さん、ジーヤのガウェイン、そしてショムしかいないではありませんか。これでは僕が夢見た生徒会とは読めない。いや、読んでいいはずがない。生徒会というのはもっと華やかで青春の匂いで満ちていて、トラブルが多発するものなのです。その通りです、
我が君、どのような品種であれ花が増えるのは良いことかと。そういうことですので、生徒会メンバーを見繕ってきてください。少なくとも副会長と校舎には僕たちと同じ境遇のマスターが何人かいますから、有能そうな人を片っ端からスカウトしてきてください。おお、はあ、1970年に神秘学のメイクルでオーバーカウント1999が発生と。オイルショックみたいなもんすかね。これで魔術師は軒並み近代化することになったさ。まあ僕には関係ない話っすけど。それにしてもこの快適さはどうだ。校舎のデッドスペースを利用して衣食住すべてタダと来た。どんな状況でも引きこもれるスキルこそ最強。ジナコさんはもうここから出ないっすよ。あ、なんか風通しが良くなったような。なんかすごい一体感を感じるっす。吹いてきてる。確実に着実にジナコさんの方に。中途半端にしよう。とにかくとことん引きこもってやろうじゃん。そんな覚悟で振り返る。と。キャー！スロンスカンダ！人のサンクチュアリに土足で踏み込むとか訴えるっすよ。ロックロックロック、超厳重な鍵をかけて僕のターンエンド。もう誰もジナコさんの姿は見えないっす。つーか誰っすかあんた。新聞とか金とお説教はたくさんっす。永遠に訪れないおとといに来てください。生徒会？ここから出る？ここから結構っす。僕ここから出たくないし、勝手にやってろって感じ。だいたいレオってあの金髪お子様でしょ？あいつ苦手っす。リアル天才とかマジ目がつぶれる。妬みそねみでつらつらとスレを回されたくなかったらジナコさんには関わるなと警告しておいてくれっす。ああ、でもあんたは別っすよ。同じ凡人として癒されるって僕の気のせいかもしれないけど、もしかして以前どこかで会ってないっすか。やっぱりそうっすか。わかるとっすね。君に免じて完全無視はやめる。生徒会には出ないけど、生徒会室はストリームで監視しとくっすよ。嵐コメントは任せろっす。もちろん見てるだけっすから、ジナコさんに意見とか求めないよ。基本僕はウォッチャーっすからね。奏者よ、諦めよ。この扉は見た目より重く、熱く、何より面倒だ。せっかくのそなたの気遣いも届かないのでは話にならん。そして要はあのような醜悪な肉は好まぬ。腐ることで美しいものならばよいが、磨けば光るものを腐らせるのは愚者の贅沢。大杯日を見たいなら、よとマイルームに引き、そなたとなら
たとえ千日愛にただれようと世は恐れぬからな。うむ、むしろかかってくるがよい。まあ、またお会いできましたね。藤村大河ですか？おかしいですね。私、そんな愛らしい名前を語った記憶はないのですが。摂政院キアラと申します。予選では教師の役割をこなしていました。その時あなたとも知り合いましたね。でも本当によかった。あの黒いノイズに襲われた時は覚悟を決めましたが、あなたは無事だったのですね。ええ、予選で校舎ごと飲み込まれました。ですが幸いこの通り大事なく、足もあれば手もありましょう。夢かうつつかとお迷いでしたら、その手で直に触ってみるのはいかがでしょう。さあどうか遠慮なさらずに。はい、私このような服装ですから、走ったものの転んでしまって、あえなく黒い泥に飲み込まれてしまいました。1階の廊下から階段に向かうあなたに声をかけたのですが、そちらは覚えておいでですか？いや、いいのです。ご自分をあまり責めないでください。あの時はああすることが最善でした。それに今の後悔だけで私は報われました。たった一度話しただけの私の命を悔やんでくれるほど、あなたは私を思ってくれたのですね。生徒会ですか？確かにここから外を目指すのなら、皆さんで手を取り合うのが上策でしょう。ですがごめんなさい、私は生徒会に参加はできないのです。理由は明白です。レオさんやあなたは真剣に全身全霊をかけて脱出を目指しています。そんな中にここから出る気がないものが混ざっていては、式に関わりましょう。私はそのようなさまつごとで決意をけがしたくないのです。申し訳ありませんがお引き取りを。私には不可能と認め、心が折れたと申しましょうか。これでも自分なりに脱出を試みました。しかし私の力ではできて外へ穴を開ける程度。外に出た瞬間、私の力では形を保てず消滅するでしょう。私のサーヴァントも同様です。私では力不足なのです。ですがレオさんやあなたのサーヴァントなら、あるいはその時、もしあなたが脱出する時、何の苦しみもなく私を置き去りにしていけますか？
あなたは迷ってしまうでしょう。力なき者を見捨てるご自分の弱さに、それは二重に残酷なこと。私は足手まといにはなりたくはないのです。そう悲しそうな顔はしないで、ご安心を。この校舎だってそう悪いものではありませんから。私たちを閉じ込めたものが何かは存じません。ですがこれほどのリソースを持っているにもかかわらず、私たちを放任している、それは寛大な心があるということではないでしょうか。あの校舎での一件も同じです。私は九死に一生を得ました。ここにいる者たちはその何者かの情けで見逃されているのです。それはごもっとも。ですので私は生徒会の皆さんも否定はしませんし、応援したく思います。ただ私の力が足りないだけなのです。きっと最後の最後で私は皆様の足かせになってしまうでしょう。そうならないよう距離を取っておきたいのです。先ほど私を助けられなかっただけで心を痛めたあなたのような人とは。本当に困った人ですね。そんな顔をなさらないで。あなたは私のような女とは違うようです。言わずとも感じております。あなたには清廉な意志がある。この殺生院キアラ、未だ自分の命のみを優先する不徳の身ですが、陰ながら応援させていただきますね。聞いていましたか、アンデルセン。三問以下の言葉ですが、あなたの批評も何かの役には立ちましょう。この方たちに助言をして差し上げなさい。ただいま紹介に預かった三流のサーヴァント、アンデルセンだ。何のクラスかは語るまでもない。最低なマスターにふさわしい低俗な英霊だからな。しかし呆れるほど凡夫の顔だな。苦悩もなく気合もなく、ただこの世界に投げ出された被害者ずら。いいぞ、悪くない。道化とはそうでなくてはならん。愚昧さは罪というが、凡俗として世に投げ出されたことは行幸だ。何しろ善も悪も楽しめる。それが真っ当な人生というやつだ。我々は皆母体から生み出され、世界の醜さに笑うのみなのだからな。なんだその顔は。何、批評は求めていない、助言が欲しい。バカ者、それならそうと初めから言え。他人を信じるな、女を信じるな、特にこの女だけは避けて通れ。肉体、言葉、思想、結末、その全てが常人には毒になる。強すぎる光は目を潰すというだろう。聖人の説法というやつは
凡俗には耐えられぬものだ。この女の場合はさらに始末が悪い。もう口を開ければひどいことばかり。私はただこの事態を解決する意思も能力もないのですと告白しただけなのに。アンデルセン、やはりあなたは外に出すより箱の中の方がお似合いなのかしら。語れと言われたから語ったまで。そして走り出したが、最後この俺の悪質は止まらんぞ。キアラ、このボンプどもを導けと命じたのは貴様だ。俺は辛辣に真実を語る。歯に絹つけた言い回しでは薬にもならん。その人間の価値、ひたすらにこき下ろしてやろう。はあ、またその言葉ですか。あなたとはそれなりに長いですが、人間に根をつけるのはいけないと言っているでしょ。事実を口にするのが俺の仕事だ。いいか、人間の命には価値がある。お前はその価値を浪費している。毒踏め、お前もだ、若きマスターよ。お前はお前の物語の主役のつもりだろう。ああ、それは真実だ。だがその舞台はいつあろう目も当てられない打作で終わる。人は誰しもが主役だが、名演をこなし名作として幕を下ろせるのは一握りの勝者だけだ。ゆえに止まるな、浪費するな、空費するな。望みを果たしたいならこんなところで批評家の声など聞くなということだ。さっさと馬車馬のように働け、三流ども。こういうサーヴァントですけど、仲良くしてあげてくださいね。根は素直ないい人なんですよ。お前、よかった。ようやく話が分かるやつが出てきたよ。で、君もあれかい？気がついたらこの校舎にいた口だろ。なあ、出口らしきものを見なかったか？眠っていた？どこで？あ、保健室だって？へえ、そんなところあったんだ。ま、こっちに来た途端寝込むとか、ボンクラなお前らしいけど、期待を外さない三流ぶりだね。生徒会？ここから脱出するために協力してチームを組む？はっ、お断りだね。生徒会なんてくだらないよ。みんな仲良くで脱出するなら勝手にやってれば。僕は天才だからね。凡人たちとは組まないのさ。誰の手も借りないよ。大体レオがいたってのも初耳だ。僕、あいつ嫌いなんだよね。余裕しゃくしゃくで偉そうだし。レオがいなくなって僕が会長だって言うなら考えてやるよ。それまで近寄らないでくれる？ご心配どうも。いらないお世話だよ。いつだって僕は一人だしね。ゲームはソロプレイが一番さ。
それよりさ、聖杯戦争のことを覚えているのかい？サーバント？お前、サーバント連れているのか？いないよ。どうも、ここに来るときにはぐれたみたいだ。ま、聖杯戦争に戻ればすぐ帰ってくるさ。そうだ、早くここから抜け出して聖杯戦争に戻らないと。マスターがいないんだ。バカないにあの女も心細いだろうし。それに聖杯戦争は続行中だろうしね。7日以内に決戦場に行かないと不戦敗で負けになっちゃうの知ってるだろ。負けたら死ぬっていうやつだろ、バカらしい。いざとなったらログアウトすればいいだけの話さ。古臭い脅し文句だよ。何暗い顔してんだよ。この校舎だけ地上と回線がつながっていないだけだろ。このストラクチャから別の領域に出ればすぐに回線も戻る、そうに決まってる。なーに、ムーンセルは神の頭脳なんだろ。ならすぐに助けをよこすさ。なぜって、ここに最大の優勝候補である僕がいるんだからね。運営側がスターを放っておくはずがないだろ。ねえ、どいつもこいつもふぬけた NPC のような面をしよって、まともなマスターはどこに消えた。小生のようなマスラはこの世界に嫌われたと見える。おお、まさに大根絶。 LMS タイム、 LMS タイム。我は求め訴えたり、神仏よ、我に観覧神空を与えたまえ。具体的に言うと、血に飢えた修羅を、あるいはより血に飢えた修羅を、ダメならもっと血に飢えた修羅を。とにかく殴りがいのある好敵将。このままでは文字癒されすぎて骨抜きになってしまいます。マスターだな。そのサーバントの気配間違いない。やはりそうか。見たところなかなかの面構え。まさに地獄にキューピッドであるな。小生の名はガトー文字。あらゆる神学を走破し、あらゆる真理に至ったスーパー愚道僧である。とは言っても、ここではお主と同じ戦い、共に競い合う一階のマスターよ。まあ、サーバントはもういないのだが。それがな、我が神は正直ないわと信託を残して立ち去られたのだ。原始黄金の女神は立ち姿すらワイルデンであった。ちなみにワイルドとゴールデンをつなげてみた。その後、気がつけばこの桃色校舎にポツンと一人、退屈と破壊衝動を持て余しておったのだ。ほう、マスターたちによる脱出計画とな。お主ら、ここから出る気だったのか。小生は脱出する気はなかったぞ。
小僧、ソモさん。セッパと答え。ソモさんは質問するぞという意味だ。セッパはかかってこいという意思だ。それはそれとしてだ。小僧、お主はここがどう見える？それだけであろう。小生は以前の校舎よりこちらの方が好きだぞ。日は沈みかけ、空には桜が舞い、屋上でも桜が舞い、校庭では桜が舞う。桜しか舞っていないな。しかし危険な場所は一つもない。外は人外魔境のようだが、この校舎は良き思いで満ちている。しかも時間の概念すらない。何時間過ごそうと日にちが経たないのなら、ここは桃源郷か竜宮城であろうよ。小生は修行の場を選ばん。むしろ新天地は心躍る。ここで修練を積むのもまた良しだ。いや、参加するぞ生徒会。これは聖杯戦争ではないのだろう。では助けを請われて断るは部門の恥。雷光のようなツッコミ、グラッチ。急すれば通ず、まさにプロビデンス。照れるな照れるな。荷物をまとめ次第そちらに合流するゆえ、では小生の活躍に乞うご期待。お帰りなさい。人材集めは終わりましたか？しからばごめん。我こそは地獄に垂れた阿弥陀如来の雲の糸、ガトーモンジ。お呼びと聞いて即タクハーツ。モンジガドン。その通り。いや、小生に声をかけるとは。恐るべしは西洋財閥の次期当主よ。しかし当主殿ではいかにも他人行儀。ここは同じ生徒会の仲間としてレオ会長とお呼びすればよいかな。彼はあなたが。失礼ですが、ガトーさん、あなたはサーヴァントを連れていますか？いや、おらぬ。我が神は旅立たれてしまわれた。しかし涅槃召されよ。サーヴァントがいなくとも小生はナウテのマスター。いて困るというものではないぞ。まあこちらもサーヴァントの有無で生徒会メンバーを決めるつもりはありませんが。では良いではないか。小生より安くなぜ殺したし、応援団は任せてもらおう。誰がお笑い芸人を連れてきてほしいと言いましたか？仕方ありませんね。ガトーさんは生徒会室の掃除やお着に、校舎の見回りやトイレ掃除をお願いします。兄さん、指導してあげてくださいね。悪意はないと分かってはいるが、
恨むぞ。まあまあ、言動に難はありますが、ガトー文字は人角の人物と聞きました。きっと何かの役に立ってくれます。それで他の人材はどこですか？うん、出たくないと出る気がないですか。ジナコカリギリはそのうち覚悟を決めるにしても、キアラさんはちょっとわかりませんね。レオ、わからないとはどういった意味なのでしょう。殺生院キアラとは我々も一度会っています。彼女は徳の高い人物でしたが。そうですね、考えすぎかもしれません。ただ言葉尻に微妙な違いを感じたので。ともあれ、校舎にいるマスターは僕らを含めて7人だけのようです。現在の生徒会メンバーは全体の半数を超えました。今はそれでよしとしましょう。人員不足はいずれ解決するでしょう。今は報道の時です。さくら、中に入るためのゲートは作っていただけましたか？はい、緊急時ですので特別措置として許可しました。けど私は反対です。中はどうなっているのか、ここからではスキャンはおろかモニターさえできない状況です。安全は保証できません。そんなところに送り込むのは。しかし現状はそれしか手段はありません。これは僕たちの判断です。 AI であるあなたに責任は負わせませんよ。わかりました。けどそれなら私にも手伝わせてください。皆さんの健康管理が私の存在意義ですから。それはこちらからもお願いします。現状人手が足りませんから。当面は僕とさくらだけでバックアップをします。待て待て、お主ら何をするつもりなのだ？小生にも説明してくれんか。これは失礼、説明が前後しましたが、あなたにはこれからアリーナに向かってもらいます。いえ、アリーナらしきものです。この校舎は月の裏側にポツンと浮かんだ泡のようなものと思ってください。泡がなくなれば皆さんは虚数に飲まれて消滅、ないし定まらない乱数として永劫にさまようことになります。この校舎から外に出ることは自殺行為です。ですが一つだけ比較的正常な状態で表側に向かっている構造体を発見しました。それが校庭にある桜の木です。あの木の下には外に通じると思われる未確認のアリーナがあるんです。ではそのアリーナを抜ければ外、月の表側、聖杯戦争に戻れるのだな。その可能性は高いです。未確認アリーナでは格好がつかないので桜迷宮と名付けました。そうしたいのは山々ですが、中は夜なんです。夜なんです？どこの地名だ？何ですか？誰かそこの人を購買部にでも放り込んでください。まあ夜か朝かはちょっとした冗談ですが、実際問題としてバックアップには僕とさくら二人でも足りないほどです。何しろ未知の領域ですから、常にモニターしつつ、いざとなればこちらにログアウトさせる。
その手のウィザードスキルを持っていないでしょ。理解が早くて助かります。こちらの準備は先ほど整いました。バックアップは生徒会室で行います。桜の木へ向かってください。ゲートは桜が開いてくれます。はい、管理者権限で木の中に入るゲートを作りました。小生が言ってはいかんのか。やめておけ。サーバントがいないマスターでは返り討ちになるだけだ。アリーナである以上エネミーはいる。俺やお前では、いや、俺やお前なら一体は倒せるとしても、それが限度だ。以上です。校庭に向かってください。桜迷宮、初突入ミッションを開始します。いわゆる処女公開というやつですね。あの、そういう言い方はちょっと。ん？なぜです？極めてノーマルな単語をチョイスしたのですが。レオ、レディが問題視しているのは。ああ、なるほど。確かにそういう意味にも聞こえました。でもそれに何の問題が？別に桜の転送と迷宮の踏破率は無関係ですし、名前が一緒だからですか？いいです。蒸し返さないでください。早く校舎に。この一連の会話はなかったことにしてください。気をつけてください。迷宮の中は彼女の領域です。もし出会ってしまったら絶対に逆らったりしないように。そうですね、私が言えることじゃありませんでした。危なくなったらすぐに帰ってきてください。ふむ、どうやら校舎外の活動にはそれなりのエネルギーを必要とするようだな。何やら意味深だが、さくらのムーンセル側の NPC、 いや上級の AI だ。おいそれと話せないこともあろう。うむ、守秘義務というやつだな。口の固い女官は得がたいものだ。大切にするがよい。バッチリです。なんだと？まさか。
開幕だ。良い演目であらんことを。ストップ。奏者よ、指示を。ようやく世の出番だな。任せるな。むむむむ。奏者よ、残念な知らせ、その1だ。そなたと積み重ねたスキル、そのすべてが無に帰している。それだけではないぞ。世の体も思うように動かない。可愛いからと侮った。この拘束具にはそういう意図があったのだ。本当ですか？僕のガウェインは至って正常ですか？レオ、宝具について質問を。スキルはともかく、宝具は健在か？すまぬ、宝具も使えぬ。そこ！またかと呆れるでない！諸事情というやつだ。困りましたね。その服を着せられている限り、サーバントは初期値のままなのでしょうか？それはないと思います。召喚中のサーバントを初期化するなんてムーセルでも難しいことですから。その霊槽にかけられた呪いは一度きりです。来た瞬間にスキルがリセットされますが、その代償として呪いも消滅しています。おや、そうなのですか。では問題ありませんね。逆に幸運と考えましょう。なぜだ！幸運ですよ。
1から10に進む。最弱から最強に至る。何もないところから窮地を乗り越えて成長する。それが誰の得意分野なのか、共に戦ってきたあなたの方がよく知っているでしょ、セイバー。では探索の再開を。あなたたちならこの逆境もプラスに変えると僕は確信していますよ。工夫にかけた演目だ。ストップ。奏者よ、指示を。当然のように勝つがよい。しないな。ストップ。奏者よ、指示を。喜ぶがよい。余も一つ力を取り戻した。ストップ。奏者よ、指示を。心して命じよ。華麗に決めよう。
司令ロサリクス。いい気分だ。問題は世だけではなかったか。奏者よ、そなた。いや、今は言うまい。話はここから出てからだ。見たことのない扉ですね。材質はブラックアイス型プログラム。セキュリティレベルはスター。さくら、何ですか？このスターという記号は。私も初めて見ました。セキュリティレベルはサーバントのパラメーターと同じものです。最も強いセキュリティレベルは A。弱いものはいい。例外として EX がありますけど、スターなんてカテゴリーはありません。待ってください、映像を解析します。これだけ視覚データがあるならここからでもスキャニングして。嘘、計測不能。カウントがオーバーしているんじゃなくて数値にすることができない。ありえません。ムーセルのライブラリにもない新種の防壁なんて。その防壁については後だ。周囲の量子が大きく揺らいでいる。用心しろ。俺の勘だが、おそらく。よ、三流マスターとその下僕。スカンピーのくせに人の心をまじまじと見ないでくださる？ようこそ私の城へ。これっぽっちも嬉しくないけど、歓迎だけはしてあげる。あれは、リンではないか。なぜあやつがここに。まるでじゃないわ、まさしくよ。相変わらず気の抜けた男ね。それには同意しないこともないか。とにかく待って。リン、ここは貴様の城なのか？そうだって言ってるじゃない。私はこの城のクイーンにして、ムーンセルの新しい支配者。そう、しぶとく生き残ったあなたたちを管理支配する月の女王様とお呼びなさい。な、女王だと？その胸でか。そっちの考えもお見通しよ。月
手の裏側から出たいんでしょ。だから唯一の出口であるこの迷宮にやってきた。でも残念、絶対に出してあげないから。だいたい表に戻ってどうするの。あなたの実力じゃせいぜい2回戦止まり。すぐにやられて死んじゃうだけよ。それとも自分から死にたい趣味なわけ。そういうことならここで私がいただいても OK ね。ほんとバカなんだから。おとなしく校舎に隠れていればいいのに、のこのこと亀みたいにやってきたんだもの。まさにカモネギ丸かじりよ。この城は私たちの城、入ったものは私たちの所有物よ。ビタ一問見逃さないから覚悟なさい。ザンさんを呼ぶ気か。ご名答。さあ出番よランサ。何？いや、この殺気、ただごとではない。下がれマスター、こやつは危険だ。これが今回のエクセレントなメインディッシュというわけ。退屈な生贄にも飽きてきたところだし、この子たちならいい声を聞かせてくれそう。そこの豚、名前を名乗りなさい。ん？貴様今何と言った。余と我が奏者を動物扱いだと。豚を豚と呼んで何がいけないの。むしろ誇りに思いなさい。この私に名前を呼ばれるのよ。絶頂ぐらいしなさいよ。ほら早くブヒーって泣いて。泣きなさい、泣けってば。泣いてください。泣かないの。嘘、どういうことよ。この時間なら何でも私の思い通りになるって言ってたのに。話が違うじゃないマネージャー。もう頭痛が止まらないわ。ちょっとランさん落ち着いて。たまたまあいつらが言うことを聞かないのはたまたまだってば。っていうか、ぶっ刺せば全て解決よ。あなたの槍で貫かれれば誰だって泣くもの、物理的に。そうだったわ。さすがにリー、あなたのそういう切れるところ味方ながら恐ろしいわ。それはこっちのセリフよ、ランサー。本当はバーサーカーなんじゃないかって疑うくらい頼もしい解釈持ちだし。褒めてもお金はあげないわよ、リン。そっちこそ今日も目いっぱいただ働きしてもらうわ。その切り返し最高。楽しいわね、リン。株で大失敗した時ぐらい楽しいわ。なんというコンビネーション。奏者よ、こやつらの相性は最高だぞ。誰かが突っ込まねば永遠にボケ続ける。今は耐え忍ぶというのだなマスター。賢明だが、あのサーヴァントの殺気は異質だ。撤退戦は厳しそうだぞ。
なんさ、カモネギはもしかしてもう倒しちゃった？は？あたし、一歩も動いてないわよ。っていないわね。リン、あなたバカじゃないの？あんたにだけは言われたくないわよ！申し訳ありません。報告します。ようやく休めるな。毎度のこととはいえ、息つく暇もないとはこのことだ。マスターよ、ずっと確証を持てなかったが、そなた記憶を失っているな。やはりそうか。悲しいが、そう落ち込むな。正直に話してくれたのだ。要は嬉しい。そうであったか。とはいえ、その表情は世の記憶にある奏者と同じもの。ならば、世も告白せねばな。ガウェインから聞いていると思うが、世の記憶も完璧ではない。そなたと共に聖杯戦争を勝ち抜いた記憶があるのだが、ところどころが抜け落ちている。そなたの欠落には作為的なものを感じるが、こちらの欠落は機能的なもののようだ。これは直感なのだかな。そもそもサーヴァントは月の裏側に入った時点で表で得た記憶を消去されるのかもしれない。改めてやり直しというわけだ、奏者よ。世はこれから、そなたが我が主にふさわしいかを見極める。そなたも、世がサーヴァントとしてふさわしいかを見極めるのだ。その末に答えは出よう。今は体を休め、疲れを癒すがよい。うむ、なかなかの寝心地だった。猫の額ほどの狭さは不満だが、それ以外は大まか許そう。何より寝返りを打つと、そなたの横顔があるのがよい。一晩眺めていても飽きぬほどだ。といかん、浮かれている場合ではなかったな。生徒会室に行くぞ、奏者よ。早速ですが、前回のおさらいを。まずは初期代理の兄さんから、どうぞ。迷宮探索の成果は2つ。1つは、未知のルーチンで作られた防護扉の発見だ。あの後、記録したデータを元に解析したが、
プログラムを読むことさえできなかった。レオにできないということは、他の誰にもできないということだ。あの扉のハッキングは不可能だろう。兄さん、それ大げさじゃないですか。僕はお手上げでしたけど、他の人ならあっさり解けるかもしれませんよ。まあ、可能性はゼロではないが、生徒会はあの扉をシールドと呼称。今後はシールドの突破が最優先課題となる。実際シールドを抜けないと先には進めませんからね。では会計代理のガウェイン、どうぞ。あなたが遭遇した東坂凛とそのサーバントについて分析結果を伝えます。結論から言って、東坂凛は本物です。彼女の言動にはおかしな点が見られましたが、大まか我々の記憶通りの性格でした。いや、あそこまで何でもない。続けてくれ。彼女は月の女王を名乗り、彼を捕らえようとしました。我々のことを生き残りとも。理由は分かりませんが、彼女がこの事態の原因であり、我々を閉じ込めている敵と見て間違いないでしょう。東坂凛のサーバントはランサー。これも我々の記憶通りです。多少の差異はありましたが。いや、ガウェイン卿、さすがにそれは。ユリウス、レオの結論に何か異論が？続けてくれ。確かにどうあれ倒さねばならない相手だ。中身がどうだのはさまつな問題だった。それでこそユリウスです。では続きを。ランサーはサーバントとしてそれほど強力ではありません。せいぜい B クラスから A クラスです。油断しなければ十分に撃破できる相手かと。また通信を妨害したのはランサーの特殊スキルであることも判明しました。ランサーの出自、宝具は不明ですが、妨害に関しては有効な周波数を複数用意しましたので、今後は対応できるかと。完璧です。さすがですね、ガウェイン。騎士として戦うだけでなく、魔術、電子戦の素養まであるとは。いえ、これも騎士のたしなみ。政権の担い手だからといってそれだけにあぐらをかくのはどうかと。王ならともかく、騎士は政権をぶっ破するだけの簡単な仕事ではありませんから。さて、現状この2点が僕たちの前に立ちふさがっている問題です。質問はありませんね。はい、会長、小生の出番はいかが？ないようなので話を進めます。女王を名乗ったミス・トーサカとランサーに関してはまだ情報が足りませんが、戦力さえ増強できれば十分に対応可能でしょう。問題はシールドです。こちらは明確な方針のもとかからないと打開はできないでしょう。ですので、セッション員キアラさんにこのデータを渡してきていただけますか？うん、どうしても何も可能性の話です。現状僕たちでは解析できないのなら、他の方に当たってみるべきでしょう。彼女が風分通りの方なら、非合法の防壁破りを知っているかもしれないという期待はありますが。よろしくお願いします。僕と彼女では話が成立しません。価値観と立場が違いすぎて。
殺生院、殺生院、はて、どこかで聞いた覚えが。なんだこの頭痛は、頭が割れる。なんたることを、その名を思い出そうとすると小生、どうにかなっちゃいそうである。おや、深刻なお顔ですのね。未知のアリーナに侵入したと聞きましたが、そこで何かあったのですか？まあ、なんということでしょう。私が自らの力不足でいじいじと壁のシミを数えている間にそんなことが。ですが、私安心いたしました。桜迷宮だなんて、おとなしい顔なのに男の子なのですね。だって、さくらさんの中に大勢で強引に入るなんて、それも初めてだったのでしょ。そんな荒ごとを面と向かってお話しされては、私も女ですから。は？そういう話ではない。桜迷宮というのはアリーナの名前？ごめんなさい、身勝手な妄想を聞かせてしまいました。そうですよね、あなたに限ってそんな。拝見させていただきました。これは解けません。いえ、解いてはいけないものです。ですが、そう言っていられる場合ではありませんね。このデータの方に、その東坂凛さんという方は何か言っていませんでしたか？その扉に触れたら許さない、デリカシーに欠ける女性の敵、悔しいけど感じてしまうとか。やはりそうでしたか。この防壁は秩序だったロジックでできたものではありません。これは人の感情、見せられない本性、属性を実体化させた心の壁です。要は秘密を守る心の働きですね。地上ではサイコセラピーの際、患者の精神にダイブして苦しみの原因を取り除く医療法があるのですが、その際高い確率でこの壁は現れます。疑似量子化したウィザードを追い返す、あるいは消滅させる最も危険な防壁。レオさんは医療、臨床心理学には疎いのでしょう。わからないのは無理もありませんわね。とはいえ、これほどの規模と強度のものは私も初めて見ました。そなた、何を興奮しておる。心拍数が上がっているぞ。ま、かくいう世もワクワクしてきたがな。はあ、こうなっては仕方ありません。心の壁、シールドを壊すことは反対ですが、リンさんは以前とは人が違っているのですね。であれば荒領事も必要でしょう。微力ながら私もご協力いたしましょう。
先に生徒会室に向かってください。人の心のほどき方、私流でよければ手ほどきいたしましょう。レオ、いけません。いけません。男子たるもの気になるのはわかりますが、ここは自重すべきかと。
そうですよ。口元から横島な考えがバレバレです。ここはおとなしく待っていましょう。まあ、僕はお手洗いに行きますけど、少し紅茶を飲みすぎたようですね。レオ、お言葉ですが、あなたはここ数時間、紅茶はおろか水分らしきものを一切摂取していませんか？ガウェインは細かいですね。お手洗いは勘違いでした。実は借りた本を返しに図書室に行く用事が。会長の手を煩わせるまでもない。様子は俺が見てこよう。そんな兄さん、なんだってこんな時だけ気が利くんです。汚れ仕事は俺の管轄だ。購買前で待機し、異常があるようなら保健室をノックし中を伺う。見事だ。まさに紳士の対応です。ユリス、よろしくお願いします。まだレオには刺激が強すぎる恐れがありますからね。詳しい話は後ほど、私だけに。あ、それはずるい。兄さんも僕もそう年齢は変わりません。 R15 までなら OK です。お前たち、俺のことを何だと思っていたんだ。俺は本当に様子を見てくるだけだ。いい機会だから言っておく。生徒会秘書の名にかけて、不らちな行為は見つけ次第処罰する。そのつもりでいろ。なんという堅物なのか。あの物言い、ランスロットを思い出します。ユリウス兄さん、職務に忠実な人だと知ってはいましたが、ここまでとは。僕の失敗です。申し訳ありません。お待たせいたしました。さくらさんへのインストールは滞りなく。今度は楽しげな空気ですもんね。男性だけの密会になると心は男の子に戻るのですね。微笑ましいばかりです。はい、特に問題はありません。心を理解することはできませんが、シールドの解析力は格段に向上しました。私はここで。また何かありました。では早速起動試験といきましょう。桜迷宮に向かってください。